神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔しまーす。あー、たけちゃん。エイコおばさん。今日はお友達を連れてきました。こんにちは。はじめまして。あー、よくいらっしゃいました。こちらは一緒にイスラエルに行ったみっちゃんです。みっちゃん、よく来てくださいました。エイコです。どうもはじめまして。今日はお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日も質問があるんでしょ？そうなんです。何聞いてくれるのかしら。みっちゃんと一緒に聞こうと思ったことがあったんだけど、まあ、僕たちイスラエルに行った時にベツレヘムの高坦教会に行ったんですよね、うん、高坦教会の写真がある。はい、ここ思い出す。でここに行ってびっくりしたのは、イエス様が生まれた場所はずっと馬小屋だと思ってたんだけど、高坦教会に行くと洞窟だったんですよね。イエス様はじゃあ洞窟で生まれたのかなって、今までずっと馬小屋だって聞いてたからね。そうなんですよ。僕もびっくりしました。驚いてるんですよ。馬小屋じゃなかったっていうことがショックなんですよね、うん、いやそれはね、ヨーロッパ神学から来てるからなのよ、うん、ヨーロッパではユダヤ人はキリスト殺しって言われて、ユダヤ人は異教徒だって扱われたのね、だからユダヤ的視点で聖書を読むっていうことは悪いことだっていうふうに知らされてたのね。悪いこと、ユダヤ人は異教徒って言われてたんだ。本当にね、ひどい目にあったんだけど、その聖書を聖書の世界でユダヤ視点で見ると、うん、馬小屋っていうのはありえない。なぜなら 99% の人たちが貧しい人たちだから、うん、ほとんどの人たちが洞窟に住んでたのね、うん、まあ家が見つからないからって小さい家を自分で建ててっていうのに住んでる人もいたんだけども、洞窟に住んでいるっていう、そういう中で羊飼いっていうのは大きな洞窟に住んでたのね。寒い時には羊をちゃんと中に入れてあげることができる場所があって、その横に自分たちの住むところがあるっていうね、そういうところだったのよ、そういう中で馬を飼うっていうと、馬は毎日水を飲むの、うんうんうん、だから水を毎日馬のために汲みに行かなきゃならないっていう、泉が遠いところだから、だからほとんどの人がもう馬は飼ってなかったのね、だけど羊だとかロバは
1週間に2回が3回水飲ませるだけでいいので、その時に泉に連れて行って飲ませるという状況だったのね。だから馬小屋っていうのはあの土地では考えられない。うん、馬を飼ってる人はそこにはいないっていうことだ。よほどに裕福な人でないと水を毎日汲むために奴隷を持つことができるような人でないとダメ。なるほど。あのベツレヘムでは簡単に水が汲みに行けない。あそこは荒野だったでしょ。そういうことか。ベツレヘムは荒野だから馬を飼う人は貧しければ本当に飼えないっていうことだったんだ。そうなのよ。なるほど。じゃあ馬小屋っていうよりは羊小屋をイメージした方がいいのかな。そうなのよ。羊小屋でお生まれになったのよ、イエス様は。イエス様は、ね、神の子って呼ばれるけど羊小屋で生まれたの。イエス様は神の子なんだけど、イエス様は神の子羊って呼ばれてるでしょ、うん、あ、子羊が羊小屋で生まれるのが最も適してるじゃないの。だからそこには素晴らしい神様のメッセージがあるっていうわけなの。羊小屋ですか。羊小屋なのよ。今まで聞いていたことと全然違うんだね。それプラスちょっと聖書を開けるわね。このルカの2章には、2章の8節で、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で四番をしながら羊の群れを見守っていたって書いてあるのよね。そこに天使の軍勢が現れてるのね。軍勢っていうのはローマ時代の軍勢っていうのはだいたい5000人から6000人だから、羊飼いの野っていうところに、6000人近い御使いが現れたっていうことなの。羊飼いの野に行ってきた。羊飼いの野行ったね。羊飼いの野これだ。ここそう、ここちょっとこの空見て、この空に約6000人の御使いが現れたってちょっと想像してみて。約6000人ですか、うん、ものすごい光景だったでしょうね。すごい光景、そんなにすごい光景、そして、素晴らしい出来事なんだと思うんだけど、それが裕福な人とか有名な人じゃなくて羊飼いたちのところに告げられたっていうのはなんか特別な意味があるのかな。それは神様のメッセージがそこにあるからなのよ。子羊である神の子羊であるイエス様がお生まれになったのに、誰が発表係になるのに一番適してると思う？やっぱり羊飼いでしょ。羊が生まれたら羊飼いが発表するじゃないですか。神の子羊が生まれたっていうのを発表するのに羊飼いのところに現れて、もうすっごい興奮して黙っていられないって言わんばかりに、もうみんなに言って歩いたのよ。ルカの2章10節と11節、みっちゃん読んでくれる？はい、ルカの福音書2章の10節11節ですね。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これをもう興奮して多くの人々に、彼らは告げたのよ。羊飼いの野に教会があるんだけど、私行ってきたのね。あそこの神父さんが あそこに教会を建てたのは2つの2000年前の墓石を見つけたって言ってたわ。その墓石にはあれを見たところに埋めてくれっていう言葉が
両方ともに書いてあったっていうのね。だからああその場所に現れたんだっていうので、うん、羊飼いの野の教会っていうのを建てたって言ってたわ。あれを見たところっていうのは天の軍勢が現れて告げられたっていうあれを見たところ、それしか考えられない。いやすごいな、まあ、確かに僕でももし羊飼いだったらあれを見たところに埋めてくれって言いたくなるかもしれないもんね。すごいよね。そっか、イエス様は神の子羊って言われるから、やっぱり羊飼いが羊の子供の誕生を発表する係としてふさわしいっていうのがなんかよくわかる気がするし、うん、まあ、そんなことがこの背景に隠されてるっていうこともいやびっくりだね、うん、感動するねこれは、うん、これはユダヤ的視点で聖書を見なかったらわからないのよね。じゃあヨーロッパはどうしてこれを馬小屋だっていうふうに教えていたのかな。それは2章7節に書いてあるからよ。タキちゃん読んでくれる、はい、男子のウイゴを産んだ、それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。あ、貝羽桶って聞くとヨーロッパでは馬小屋ってまず頭に浮かんでくる。だから貝羽桶っていうイコール馬小屋。そっかそっか。でユダヤ視点から見れば貝羽桶イコール羊小屋なんだけど、そっか、これはイスラエルに行かなかったら疑問にさえ持たなかったことかもしれないけど、分かってなんかすっきりしたな。本当そうだよね。布にくるまってっていう言葉にも何か意味とか奥義が隠されてるんですか。この布にくるまってっていう言葉にすごい奥義があるって、メシアニック銃ってユダヤ人でイエス様を信じているとても有名な先生なんですけども、フルクテンバウム、先生、博士ですよね。あの先生が昔は死体にこう包帯のようにぐるぐるぐる巻いて、布にくるんだっていうのね。その仕事をするのには大きな場所でないと、小さな人が住んでいる洞窟だとか小さな家ではできないので、羊小屋のような広いところを使ってその布にくるむことをしたのね。それがこの羊小屋にたくさんその布が置いてあったっていうわけなのね。だから、赤ちゃんが生まれました、うん、あそこに布があったからその布でくるみましたっていう、うんうんうん、実はイエス様は死体を包む布に包まれた、生まれた時にね、うん、包まれたっていうのはどの人も生きるために生まれてくるんだけど、うん、イエス様は神の子羊として死ぬためにお生まれになった。それを神様は初日からメッセージ与えて、死体を巻く布でくるまれたっていうわけなのよね。そうか、いや本当に神様ってすごいですね。人類の罪を背負って十字架にかかられるその贖いのお姿をすでにお生まれになったその日に表してくださっていたっていうことなんですね。そう、感動しますね。感動しますね。エコバさん、もう一つ聞きたいんだけど、ベツエヘムの高誕教会ですけど、なんでこれエルサレムではなくてベツエヘムでイエス様って生まれたんだ。それは予言に書いてあるからよ。ミカ書の5章2節、たけちゃん読んでみて。はい。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから
私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めである。イエス様はイスラエルの支配者、うん、そして世界の王の王であられるお方、このお方がベツレハムでお生まれになるんだよっていう予言があったわけね。その成就だったの、じゃあその予言を成就するためにマリアとヨセフはわざわざベツレヘムへ行ったってことなんですか？とんでもないのよ。そうじゃないのよ、住民登録をせよっていう命令が出たので、みんな一人ずつ自分の部族のところに戻って住民登録をしなければならないという、それが掟なのね、ちょっとこう民数記の36章9節みっちゃんに読んでもらおうかな。はい。こうして相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人の部族はおのおのその相続地を固く守らなければならないからである。彼らはナザレに住んでたのね、そして、マリアもヨセフもダビデの家系だから、ナザレっていうのはゼブルン族の土地だから、ダビデの家系の人がゼブルン族のところで登録するわけにはいかないのね。ダビデはユダ族だったからユダの土地に行って、ダビデの出身地であるベツラハムに行って登録しなきゃならないっていうことなのね。これは立法に書かれているからなのよ。それはでも大変なことですよね。だってこの立法はずっと前に書かれたことでしょ。マリアやヨセフよりも 何年も千年以上前に書かれたことなのに、その立法を守らなきゃいけないっていうのは大変っていうか、結構面倒くさい旅をしたっていうか、これは大変なことだよね。私たちから考えればそうなんだけど、彼らにとっては、新命記28章に、もしこの掟を守るなら、あなた方は全ての国々よりも祝福されるって約束されてるのね。だからこの掟を守るということは神様からの祝福だという思いで、守って、守らなかったら呪いを受けるよって言われてるから、呪いをもらいたくないっていうね、そういう思いで、代々続いて、していることだから、私たちが思ってるほど面倒くさいことではないのね。今の時代になってもですか。イスラエルの民ってやっぱり何かこう他のどの国とも比べてもやっぱり何かちょっといろいろな意味で異なったような感じの民族ですよね。本当に異なった民族。そのために神様が立法を与えになって、そして立法を通して性別され、その性別された民族から救い主イエス様がお生まれになり、またこの民族を通してイエス様がご再臨なさるという、そしてついについに人類救済計画が成就して、初めて真の平和が世界に来るっていうね、これ全部この立法から来てる、この民族から来てるっていうわけなのよ。そうか、この民族を通して救い主が生まれたっていうだけでもなんか特別だなって思わざるを得ないし、またこの後もこの民族を通して御再臨と、そして真の平和が来て神様が人類を救うっていうことが成し遂げられるって、全部特別な民族だっていうのがすごい感じさせられるね。そうだよね。もう一つすみません質問があるんですけど、ベツレヘムには彼らの宿がなかったって書いてあるんですけれども、はい、その当時の 宿屋っていうのは一体どんな感じの宿だったんでしょうか。
今の旅館だとかホテルとは全然違うのね。うん、昔のしきたりっていうのは、うん、どこの家もどんなに狭くても旅人が来たらここに寝かしてあげましょうというそういうしきたりがあったのね。そして旅人はそこに泊まらせてもらって、まあ、翌日ちょっと賃金を置いて旅立っていくっていう、そういうしきたりの時代。特にベツレハムのような小さな町はね、エルサレムのような大きいとこだったら宿はあったんですけど、だからそういうしきたりの中で住民登録のためにダビデの家系全部が集まってるじゃない、うん、だからどこの家もお客様いっぱいで、彼らが泊まるとこが見つからなかったというわけなの。あ、なるほど、うん、じゃあつまり宿っていうのは個人の家だったっていうことなんですね。そうなのよ、個人の家だった、どこの個人の家もいっぱいだから、彼らは羊飼いが四番野宿して四番をしていたって書いてあるでしょ、うん、だから暖かい日だったわけね、うんうん、ということは羊が入る場所、寒い時に入れる場所、うん、そこは絶対空いてたに違いないっていうので、うん、羊飼いの家に来てるのね、うん、その日は羊が羊小屋にいなかった夜だったっていうことなんだ。うん、だからどこも空いてなくっても、うんうんうん、せめて羊が入る場所は空いてるだろうっていうので、羊飼いのところに行って、そこで神の子羊がお生まれになったというわけなんだ。そうなんだ、そういうことでしたか。つまりこのような形で、聖書の予言の成就が起こって、そしてその神の子羊が羊小屋で生まれるっていうのは本当に神様の考えた素晴らしいご計画の一つなんですね。そうね、一つ一つが神様の奥義、神様のメッセージが入っているわけね。すごいですね。いや、全然これイスラエルに行かなかったら疑問に思わなかったもんだから、ね、こんなに膨らむとはね思わなかった、ね、本当そうですね、感動でしたよね本当に。まあ、もっとたくさん聞きたいことはあるんだけど、今日はそろそろ行かなきゃいけないので、みっちゃん来てくださってありがとう。こちらこそ本当に今日は勉強になりました、まあ、ありがとうございました。また来てちょうだいね。はい、ありがとうございます。またお邪魔させていただきます。まだまだ聞きたいことが質問がいっぱいあるんです。あ、嬉しい。たけちゃんも来てくれてありがとう。はい、いろいろいつもありがとう。ママによろしく。はい、じゃあまた来ますね。ね、また来てね、はい、それでは本日のおさらいをします。イエス様がお生まれになった場所はベツレヘムの馬小屋ではなく羊小屋でした。大勢の御使いが裕福な人たちにではなく羊飼いのところに現れたのは、羊飼いが神の子羊が生まれた発表係として一番適した人だったからです。イエス様が布にくるまれた布は本当は死体を包むための布でした。人間は生きるために生まれてきますが、イエス様は死ぬためにお生まれになったことを神様はこのように表されました。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。